失敗写真を量産してへこんでるあなた、失敗写真は撮影の時に回避することができます。もしご興味のある方は最後までご覧ください。こんにちは、写真家の立花龍馬です。いつもいいねコメントありがとうございます。23、4、5、山口で写真のワークショップを開催します。めっちゃ楽しいので、ぜひご興味のある方は下の概要欄からお申し込みください。今回は失敗写真を撮影の時に防ぐ方法ベスト3を発表したいと思います。まず1つ目、撮りたいイメージ、撮らなきゃいけないカットを紙に書き出す。で、2つ目が撮ったら液晶モニターで念入りに確認する。で、3つ目がとにかくいろんな角度から枚数を撮る。この3つです。まず1つ目の撮りたいイメージ、撮りたいカットを紙に書き出す。もうこれは私が仕事の時にもう必ずやることで、なんでかって言ったら、頭で考えて、あ、撮ったって言っても必ず漏れがあるからです。例えばポートレートを撮る時に、引きのカット、寄りのカットで、横顔アップで、手元で、緑があるところで全身で、海が見えるところでバストアップみたいな感じで紙に書いて、で全部チェックしていかないと絶対漏れは起こります。で、後で、ああ撮っておけばよかったっていうのは書かないから起きるんです。で、イメージも初めは今日はこのモデルをこう撮ろうって思ってても、設定したりとかロケ場所を探したりとか忙しいので忘れてしまいます。っていうことは紙に書いて、あ、このカットは撮った OK、 この表情撮った OK っていう感じでチェックをしていけば漏れることはありません。だから紙に書くっていうことは答え合わせができるってことです。いつもみんな頭の中で答え合わせしてるけど、それではミスしてしまいます。だから紙に書いて答え合わせ、紙に書いて答え合わせ、こういうイメージで撮りたいって書いてたけど、まだなんかそういうイメージになってないな、何が足りないんだろう、何を足せばいいんだろう、どうすればいいんだろう、で、それでまたやってみる。そうすると途中で諦めるっていうことはなくなります。頭で考えてるとまあ一家になっちゃうので、必ず紙に書いて撮影に臨んでください。で、2つ目の撮ったら液晶モニターで確認、これも当たり前のことなんだけど、すっごく多いです。これ入れたの？いや、入っちゃいましたっていう人が多いんだけど、それ確認したら入れなくて済んだじゃん。これ平行撮れてないけど、あえて平行にしなかったの？あ、気づきませんでした。それちゃんと撮った後に確認すればできてるじゃんっていうことなんです。これって普段テストの時に答えを書いたらもう一回合ってるかどうかチェックしますよね。だけど写真はやらない、で、うまくいかない、難しいって言ってるのは、これはちゃんとチェックをしてないからです。で、後でパソコンで見たらピントが合ってなかった、これも拡大してみれば分かることなのに、拡大しないでチェックしないで、ああっていうのを繰り返してる、これはもったいないです。パソコンで見てピントが合ってないんだったら、モニターで見た時に拡大してみればいいじゃんっていうだけの話だから、もうそういうミスはやめましょう、もったいない。で、確認するのがめんどくさかったらミスしてもこれはしょうがないので、それは諦めましょう。デジタルカメラの最大のメリットは撮って確認できることなので、フィルム時代みたいに撮って確認できない時代じゃありません。その最大のメリットを使わないでうまくいかないっていうのはあまりにももったいない。だからちゃんと撮ったら確認、ブレてないか、ピントがちゃんと合ってるか、で、いらないものが入ってないか確認すれば全部わかります。だから必ず確認してください。で、3つ目のとにかくいろんな角度から枚数を撮る、もうこれも当たり前のことだけどみんなやってません。ポートレートの場合、正面から撮ったけど横顔撮っとけばよかったって思うんですよね。じゃあ横顔撮ればいいじゃないですか。
で左よりも右が良かった、じゃあ右も取っとけばいいじゃないですか。もうこれだけなんです。でよく子供を取っていい瞬間を取れませんでしたって言うけど、それ連射にしとけば取れるじゃんっていう話です。それを連射にしないで一発でかっこいいものを取ろうと思って、それで取り逃して、ああ私は下手くそだって言ってるけど、ずっと押しとけば必ずいいカットがあります。それをやらずに難しいとか、動いてる人を取るのは難しいとか、動いてる被写体を取るのは苦手だっていうのは、これは違います。ただ連射をしてないだけで、連射をしてもしいらないカットがあったらそれは後で捨てればいいだけなので、とにかく失敗したくなければ枚数を取る。で上から取って違うなと思ったら下から取る、斜めからも取る。で全方向から撮ってればどれかいい写真が必ずあります。なのでとにかく枚数を撮る、連写する。でよく連写しなって言ったら、いやいや後でセレクトするのがめんどくさいんですっていう人は、いい写真が欲しいっていうのはそれは虫がいい話なので、ちゃんといい写真が撮りたかったら後でセレクトして、で時間をかけてレタッチをしたりするのは当たり前のことなので、だからもし自分がいい写真を撮りたいって思いが強いんであれば、そういうふうに時間をかけて連写をしたりセレクトしたりレタッチをしたりしてください。で今日言った3つはもう当たり前のことで、多分これを聞いて、いやいや当たり前のことじゃんと思ってるけど、それができてないんです。でプロはこれを徹底的にやってるんです。これの違いです。だからもしいい写真を撮りたい、失敗したくないと思うんだったら、これを当たり前のことを徹底的にやってください。ということで今日は失敗写真を防ぐ方法ベスト3を発表させてもらいました。もう本当にこれをちゃんとやるかやらないかで、自分の撮りたい写真が撮れるか、もしくは気に入らない失敗写真を大量に量産するかが決まります。裏技とかないので、基本的な当たり前のことを当たり前にやっていきましょう。もしやってみてうまくいかないときはいつでもメッセージください。じゃあねー、バイバーイ。当たり前のことを当たり前にやって、気に入った写真たくさん撮ってってね。イエーイ、ありがとうございました。いつもいいねコメント本当にありがとうございます。山口でのワークショップもめっちゃ楽しいので、ぜひ下の概要欄からお申し込みください。龍馬さんって、うん、なんかお掃除すごい苦手じゃないですか。何苦手じゃないですよ、全然苦手じゃないですよ。例えばお料理とかはできるんですか？もう俺は料理は写真と同じだからめっちゃ得意だよ。すっげー研究するし、で自分で魚釣ってさばいたりもするし、全然好き。で最近はね、タイ料理に、あ、タイってこのアチョーのこのムエタイのタイじゃない、あれ外したあれ魚のタイね、うんうんうん、でね最近はね、アラジュル、タイのアラジュルにめっちゃハマってて、うんうん、あのスーパーでタイのアラを買ってきて、でちょっと鱗がついてる鱗取って、で、昆布で出汁を取って、でタイに塩を、これもタイ普通の塩じゃない、タイ塩、タイ塩ってめっちゃ美味しいやつあるから、だからタイ塩めっちゃ使えるので、料理する方タイ塩ぜひインターネットで買えるのでめっちゃうまい、うん、でタイ塩をまぶして、で15分ぐらい置いて、でその間にボイシーでいろいろインプットして、で15分経ったら入れてアクを取ってめっちゃ詳しいんでしょでそうだな、隠し味はなめことしめじ、土瓶蒸しっぽくなる、めっちゃうまい、これにハマってる、うん、でちょっとアレンジして味噌を入れたり、で隠し味で醤油をちょっと垂らしたり、ちょっとね今ねタイのアラ汁を研究中。もうねめっちゃ楽しいよ、だって入れる素材によって全然味が変わるからさ、
だ写真と同じだね。だからね、写真好きな人は多分料理好きだからぜひやってみてください、うん、でね、ちょっと今考えてるのが龍馬のニコニコクッキングイエーイっていうね YouTube やろうかなと思ってるそれか龍馬までいらっしゃいって言って、今日はタイのあら汁まずお塩をみたいな、これもいいかもね、うん、サブちゃんで龍馬のニコニコクッキングイエーイ、テレテテテテテレテテテテテレテテ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 テパパ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 パ崩壊。お玉とか持ってきて。ちょっとねえ、本茶の時よそ見したじゃん。こらこら、それおまけ考えてたんでしょ。でね、今ね本気で考えてるのがあって、それは何かって言ったら、龍ママのニコニコクッキングイエーイ、テレテテテテテレテテテテテレテテ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 テ、さっき俺が本編撮ってる時にあくびしたでしょ今日何俺話したか覚えてる？え、覚えてない。覚えてないんかーい。てて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 て、俺ねカメラマンだからね、本編が一番大事なの、うん、だっておまけ何分撮ってるこれ20分ぐらい撮ってるでしょ本編何分今日？10分だよ。どういうこっちゃね。ダメだこれ、ずっちゃっちゃずっちゃっちゃずっちゃっちゃやばい、撮れ高ありすぎだわ